こうやってた、待ってるね。前髪かわいい、ありがとう。こんばんは。くぼじゅんさん、クッキーありがとう。ブラザー48さん、クッキーありがとう。エイトさん、クッキーありがとう。たくさんありがとう。しょうさん、クッキーありがとう。ゆたさん、クッキーありがとう。トシさん、マシュマロありがとう。かわいい。ミミィさん、ペラペラキャンディーありがとう。かわいいねこれ。ミヤさん、クッキーありがとう。セトちゃん、クッキーありがとう。ひなぴさん、マシュマロありがとう。こんばんは。アンテナかわさん、ありがとう。こんばんは。みんなお菓子くれるじゃん。ピアノピさん、マシュマロありがとう。アイドルファイルね、まだ多分ないよね。東京とかだとあるのかな。ゲットしたよって方いるかな。広島も多分まだかな。届く？明日届くのか。早い。シューアイス食べた。めっちゃ美味しかったよ。コンビニセブンで買いました。もかも早くゲットしなければ。リチャードさん、クッキーありがとう。ホワイトデーキャンペーン20万ポイント達成頑張ってます。よかったらお願いします。こんばんは。こんばんは。バッグ。キリオスドモモ見てるの？今日も可愛い。ありがとう。みさまさん、マシュマロありがとう。ライアンさん、クッキーありがとう。ステモンさん、バラありがとう。今日もかわいい、ありがとう。こんばんは。今日はレッスン行ってまいりました。四国公園のね。明日は花だれ。昼公演を待ってます。明日は昼をお待ちしてます。明日髪型どうしようかな。でもいつも結構決まってるんだけどね。今日も可愛い、ありがとう。
こんばんは。いろんなとこ見るね、明日。頑張ろう、頑張ろう。こんばんは。うん、そうね。花だれのコールは初めてか。初めてだわ。どんなんかね。花だれ公演は。配信でコールしてね。それと新しい写真が届きました。3個あるからいろんなものの、いやー迷ってるよね。もう1個の紙を定着っていうか、1個の紙ブンってやるか変えるかはまだわからない、わからないですって。私あれ、これなんだっけ、あの社員の写真ですね。ちいかわ、ちいかおるで。そのハーフツインはもう絶対どこかでは知ってると思う。あの話し会のサインの写真がね今日もらって、新しい写真、新しい写真もらいました。今回のももはなんかちょっと大人っぽく写ってるかも、どっちかっていうと。多分まだしダメなんだよね、多分。ちょっでもね、前回はねちょっと黒っぽい写真というか、結構全体的に暗かったからサインとか言葉書きにくかったんだけど、今回はそんな感じでもないから、ね、書きやすのもね、頑張るよん。明日のね、明日でもちょっと忙しいからちょっと今書きながらやろうかな。もちゃんの名前が果物になっちゃった。ありゃありゃ、書いてほしい絵はありますか。明日公演、いか、袋かけるかな。リボン？イカってどんなんだっけ？イカは結構うまいかも。何本しか覚えてないけど。顔つけとこ。
アジ。でね、みんなのコメントどんどんリクエストしとって、もし見逃しちゃってたらごめんね。でも絶対書けないってのあるかもしれない。リンゴヘアの桃？ソフトクリームとかリボンとかね。でもさ、いつもこれ点検してくれるスタッフさんがいるんですよね。あの袋詰めしてくれてる、そのスタッフさんに絶対笑われるような絵を前回描いてたから今回もお大社員さん、つー難しいなぁ。さくらんお前のシマウマどんな顔だったっけ。絶対多分異なるけど、あの時のシマウマとは。アイコンにしてくれてるよね、多分違うシマウマができるけど大体に。カラフルペンはね、ちょっとこれには使えないと思う。メイズルヘル、見たの？僕まだ見たな。いいな、ありがとう、ゲットしてく。ワニ描けないな、もうか、多分。でも何か分からんよ、もう描いてる。ワニって描くしかねえ。もう変な生物になっちゃった絵が撮れるの楽しみにしてた。クッキー、
でも今回の写真結構好き、個人的に。秋に麒麟さんね、うん、マジでみんなのアイコンは見えずに今必死に描いてるから、かけてない人のやつもいるかも。あ、首かくの忘れたきり、まあいいか。だからいっぱいコメントしてね、選ばれてないよと思ったら。今またキリンにさ首かくの忘れちゃった今はサインを書いてます。サイン会のそれにね、ランダムで絵を描いてるんだ。ね、もしね描けない時とかあったら絵がなくなっちゃうサイン会の時もあるかもしれないけどね。だいぶゾウさんが上手くなったんですよね。綺麗な首そう書いてない。桜。こんばんは、こんばんは。藤田さん、こちらちょっと書きやすいよねおい、なんだ、とか言いながら超下手くそなクジラ出来上がった絵のセンスが。こんばんは、お絵描き。お絵描きではないけど、あれですね、サイン会の絵を描いてます。恒例のね、これではないな、これ前回からだな。でも毎回はできないかもしれない、書ける時には。もし忙しかったりしたらちょっと難しいかもしれんけど、
全部絵を描くの、結構ね、実はね絵を付け足していると結構時間かかるんだよね、実は実は。どれぐらいかは分からんけど、何の絵を描こうか迷う時間もあるから、絵はそう見せられないね。事前に書いておく。時間ないもんね、サイン会。もうサイン書いてたら。その場で全然間に合わない。写真さえね、そう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 。みんなの案を。もらってるの。ついて書いたやん。あげもみじね。卒業系もね、さっき書いてくれた。ホワイトデー何もらったの？なんだろう、お菓子食べ物。通常書の筒。卒業って書いとったら伝わるかな。未来ちゃん、みんなコメントいっぱいくれてる。チューリップ、から揚げ、スマホ落とした、私スマホ落とした。チューリップって春だっけ。チューリップ、
スマホを落とした私ね。びっくりしてる私かい。私帰ってたんだ。なんだっけ。あおみまるくん今勝てるかな。ファン。なんかのつむじ今これ結んでるから変になって、キャンディーいいね。今ねこれぐらい描いた、まだあんまり りんごちゃんヘアよ。なんかもうこの桃のキャラクター描いていくのめっちゃかわいい。おもちゃんヘアは、おもちゃんヘアどうやってやるんだどうやってやるんや。ゲマ監督さん、クッキーありがとう。ダッサン、クッキーありがとう。サトピーさん、クッキーありがとう。ミシェルボーイさん、マシュマロありがとう。フクちゃん、クッキーありがとう。モカロ侍さん、クッキーありがとう。お、スティーンありがとう。もうカモン。みちしばさん、クッキーありがとう。タンタンさん、クッキーありがとう。ミシェルボイスさん、マシュマロありがとう。チンヤさん、クッキーありがとう。花山さん、クッキーありがとう。マックルさん、クッキーありがとう。コンブさん、クッキーありがとう。マピョノッピさん、クッキーありがとう。ユタさん、ハートのキャンディーたくさんありがとう。クマノスキさん、ハートありがとう。
はるさん、お、野球ボールあるんだ、すごい、ありがとう。みだごひこにさん、クッキーありがとう。たかちゃん、クッキーありがとう。まえちゃん、ハートありがとう。てちゃん、クッキーありがとう。最近あった面白いことある？みんな、なんかあるかな、なんかあるかな。パッとね、出てこないよね、あったとしてゴジタ監督さん、クッキーありがとう。ゼータさん、マシュマロありがとう。福太郎さん、マシュマロありがとう。ゆういちさん、クッキーありがとう。今日もかわいい、ありがとう。星になっとる私はでもなんか車を乗ろうとしたら、これは面白いな話じゃないけど、なんか車を乗ろうとした時になぜかあの足をバーンってぶつけて、昨日かな、そう、めっちゃね痛かった。どこに、なんかわかんない、車のなんかね、足をね上げる高さを間違えたね、あ、もっと上げなきゃいけなかったのかな、自分もどうしてそうなったのか分かんなくて、車大丈夫だった？ん？モカがぶつかったのよだから大丈夫だよ。あざになってるかわかんない、見てみよう。あざになってる、なってる。でも軽くね、この膝の上をガーンってぶつけて、青なんていうっけ、あざになった、あざか。車は大丈夫だよ。自分家のね、車どうなろうとして、私も分かんないのね、自分がどうして足を打ったのかが。うん、流行ってたとかじゃないよ。でもさ、たまにね、いろんなところでなんかここまで避けなきゃいけなかったの、なんて言ったら、なんて言ったらいいんだろうな、なんかよくね、歩いててぶつからないだろうと思って歩いたら、思いっきりドアにバーンってぶつかったりするガーンって言って、本当に結構痛いっていうことが多々ある。あれ感覚がね、
ドア大丈夫ってさっきからさ、ドアは大丈夫なのよ、私を心配して。ドアは丈夫だから。この髪かわいい。なんかそう、なんかそう感覚ってなんかわかんないんだよ、なんて、なんだよね、なんかもうめっちゃそれが多い。頭ぶつけたり汗ぶつけたり、もうみんなそうなのかもしれないけど、なんかそれが多い気がする。視力はあんまないよ。でも普通にコンタクトしててもなるんよ。小指ね、でも小指やったことあるか、あんまり小指よりも本当にゴーンっていく。スカニッカやる？ね、なるよね。でもうちのママあんまならんのよね。なんかやっぱもっと気をつけて行動しなきゃいけないのかな、いろいろ。何書こうかな。ボケ、あー、ボケっとしてるのかな、私は。QR っぽいの？ QR 書いたことないけど、QR って何なんだろうね。なんか浮かび上がる虹と黒。私はいじってるでしょ、虹と黒はって。うん、誰が虹と黒だっていじってるだろ。面白いことなったかな。最近は
虹と黒間はモカさんが虹を追いかけたら車に轢かれたって話の鉄板ネタよ。でもあの時友達の目の前でモカさ車に飛ばされたからさ、友達にさあのトラウマ埋め込んでしまってる説あるんよね。ねえメルヘンやろ、とっても可愛いでしょ。小学生だって小2でなったもん。小学生だもん。小2で引かれたんで小学生ですね。それは飛ばされた。そう、逆に巻き込まれてたら危なかったって思ってる。なんかまあダメなんですけど引かれること自体が、あの引かれたってよりぶつかったの方が正解ですね、どっちかっていうと。だからなんか綺麗に吹っ飛んだから逆にあんまり怪我がなかったんよね。吹っ飛んで傷は深かったんですけど、膝とかのなんか、そう、あと今は命を大切に頑張ってます。頑張ってるっていうか気をつけてます。昼公演待ってるね。鼻だれいつぶりかな。そんな前ではないけど、めっちゃ近くでもない、ね、四国公演の方があったからね。来ててくれてありがとう。ありがとう。いっぱい生きるね。まあ、そう、命はほんまに大事にしなきゃだよね。ほんと毎日生きてることに感謝してる。情報不足どうなんだろうね。でもももは結構ねこけてきてるからね。時間こんそうだよ。ももかさんは例えば時間と命どっちの寿命の時間どっちが大事って言ったら寿命の時間の方が絶対大事大事だと思う。時間となんて言った私も時間とお金だわ、間違えた。今書きながら話してるから難しい。こっちのこと考えてたら寿命の時間とお金、そうなんだ。
と5分じゃあ後で書くよん。半分ぐらい書いたかな。いや嘘、半分は書いてない。絵描いてるから、これがまだ残ってる分で描いた絵が。うわー全然描けてないや。全然描けてない。やばい。うん、明日がね公演って結構やばいから、公演の間に書けたら書く形かな。またサイン会までお楽しみに。あつまま、ミシェルボンさん、マシュマロありがとう。アルフォートさん、クッキーありがとう。ジュータンさん、ハートありがとう。炭酸生命さん、クッキーありがとう。テルさん、クッキーありがとう。クッキーさん、ハートありがとう。ドウシさん、クッキーありがとう。ハルさん、チタワーありがとう。トシちゃん、マシュマロありがとう。ジュータンさん、ハートありがとう。小児田監督さん、クッキーありがとう。13位のねくんさん、ありがとう。12位のふみやとマーク、うふふさん、ありがとう。11位のまぼろしさん、ありがとう。10位のピアノピーさん、ありがとう。サイン会と話し会楽しみにしてるね。9位のジェタさん、ありがとう。明日2回だから絶対見つからないやつ、2回も見るね、ありがとう。8位のきびだんごひこにさん、ありがとう。8位のとろいもさん、ありがとう。7位のハラとマークマリナスさん、ありがとう。6位のもうかしか愛せない、おてかね。19位の昼当選したから、19位の昼、うん、お昼待ってますね。5位のたーさん、ありがとう。カメラ目線で礼お願いします。やだ4位のふくちゃん、ありがとう。明日の花だれ公演、みほりんと、うん、大切にするね、一緒に踊れる時間。3位のゆたさん、ありがとう。2位のももかろ侍さん、ありがとう。1位のえとさん、ありがとう。ありがとうございました。おいやりたいときにやるから自分おやすみ、また明日、また絵も追加して描きます。ゆいちさん、マシュマロありがとう。みみんさん、マシュマロありがとう。公演もお話し会も楽しみにしてます。バイバーイ。